お写真、そう、なんかトロさ、トロに、トロの事務所に渡したんだけど、多分その前に予約してくれてて、トロが。そう、嬉しい。可愛いこの色、めっちゃ可愛くない？これ久々に使った、クラランス、可愛いね、チュルチュルになったぜ。メイクは目元は一切してないですね。ちょっとアイラインピッてしたぐらい、目はここ肌もしてない、日焼け止めくらい朝塗ったやつ。そう、今日は青みのリップ。そう、しかもさ、私さ、でもさ、ブルーベースって言われたんだよ。ブルベらしい、私イエベだと思ってたわ。イエベだと思ったらブルベ。男性の方はちょっとあんま馴染みのない言葉かと思うんですけど、なんかお肌にもともとのなんか地黒とかさ、色白とかあるじゃん、そういう感じなのかわかんないけど、ブルーベースっていう青色、青系、寒色系とかが似合う方と、イエローベースっていう、なんだろう、暖色系っていうんですか、あの、例えば衣装とかでもあるんだよ、結構。そう、あるんだけど、黄色が似合う子とかいるじゃん、よく。そういうのとかもあったりするみたいなんだけど。お、誠おしおしさん、ありがとうございます。そう、肌のそういうのなとかもあるんだよ、らしい。うん、ブルベなんだと思って、私意外だなと思った。でもなんか苦手な色少ない感じはするんだよ、自分苦手な色、何色が苦手なんだろう、顔に合わないなって。ピンク苦手でも。それはもうあれかもしんないけど、そう、四季もある。ブルーベースの中のサマー、ウィンター、オータム、スプリングっていう4つのベースの中でみたいな、めっちゃややこしいよね。私もあんまよくわかってないんだけど、そう、そうなんですよ、私はブルーベらしい。意外と似合うのかな、苦手意識自分で持っちゃってるから、あれなんかな、出れんじゃないけど、苦手やと思ってさ、あんま使ってないから。ね。シャララランラン。僕の心に、いつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね、シャララランラン、歌を歌おう、みんなでさ手をつないで、ああ、こんばんは。ドラえもん、四次元ポケットで欲しい武器、武器じゃない、四次元ポケットで欲しいもの、わからん。普通ね、なんだろうね、今日は卒コンのレッスンしてから、いろいろ
事務所とかでやることやって自主練してって感じでした。そう、お疲れ。あ、ね、台風直撃するらしいですね。大丈夫かな。日曜日は大丈夫。あ、そうなんだ。そうなんだ。今日南と帰っててさ、台風大丈夫かなって話しててさ、ねえと思って、どうなんだろうって。あ、直撃はせえへんね。こんばんは。こんばんは。もう多分配信するのあと3回だね、今日入れて。今日と明日と。明日は遅くなっちゃうかもしれないんですけど、明日11時ぐらいかな。でき10時か10時できたらいい、うん、10時多分無理だな10時半できたらいいなぐらい。明日はそんな感じ。ふーちゃんの話大好きで本当に嬉しいな。そう、8日はね、多分ね、もうちょっと頭がもうパンク野郎で、多分本当にてかやる時間が多分ないんだよな。終わってからも始まる前もマイカーもあるから朝めっちゃ早くて、リハとかもめっちゃあってって感じで、ありがたいことに。卒コンね、終わった後にね、ちょっとどうなるかわからんのよ。会場ではできんから、そうっていうちょっと諸々の事情がすごいありまして、できたらしたいけど、そのできたらするっていうのがなんか最後にできたらするはなんかうーんうーんなんだよな、なんとなく。できたらするでできないのがなーって感じだからさ、自分的には。そうなんよね。もう難しいところですね。行けたら行く理論、本当だよ。挨拶前、そうなんですよ、たくさんご挨拶を関係者さんの方とかにもせねばいけんくて。そう、ショールームラストなのもちょっとあれだなっていうのもある活動の最後がショールームラストもあれだなっていうのがちょっとそれもあって、コンサートラストが自分的には理想。コンサートというか踊ってるライブがラストがなんかちょっと理想みたいなとこあるしな。なんかちょっとしない方向かな。7日かな、多分。だから7日、多分っていうか7日ですね、ラストは。ショールームのラストは、うん。なんかコウコもさ、そういうこと言ってたの覚えててさ、なんか
ココちゃんもなんか確かなんかそのライブ公演がラストにするみたいな言ってて、なんか今この自分がその立場になってなんかなるほどなって思う。なんかそう選ぶ気持ちが分かるというか、なんかそういう風に決める気持ちがなんとなく分かるというか、うん、そうそうそう、でもいいんだよそれでね。私はそう思うけど、ショールームラストが良かったなって思ってくださる方がいてもいいと思うし、それを否定するわけじゃないし、全然そう思ってね、私のことを最後まで見たいって思ってくれるのはとっても愛しいなと思う所存でございますよ所存でございます。はい、本当にね、ありがとう。シャラララな歌を歌おう、いつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせて。ね、うん、嬉しいね。なんかさ、最後ら辺に近づいてるじゃん、まあ、言ってもっていうかもう近づいてるんだけど、しあさってコンサートだし。でもさ、なんかショールームでだからといって何を話したらいいかがちょっといまいちよくわからんくてすごいいつも通りの感じになっちゃってるんだけど大丈夫かな。ね。ココアからの手紙読んだ。ちょっと開けたったんだけど、お手紙もらった。これめっちゃ書いてるの可愛い。このさ。この折り方懐かしくない？この折り方も久しくしてないんだけど、私これちょっと懐かしすぎて、この折り方キュンとした。このお手紙の折り方にキュンとした。なんかなんか懐かしいと思って、そうそうそう、うん、嬉しかった。ここに書いてるのは、山下が卒業するってみんなに教えてくれた時にいっぱい怒ってしまってごめんねかわいい怒られたの私、うわーっていっぱいやられて受け止めますって言ってね、私この折り方、じゃあ失礼、できますよこの折り方、あんまやらんかったけどできるよ。内容は読まんよ、さすがに秘密ですよ。皆さんに話せないこともありますからね。はっはっはっは。ふーとココアだけの、ふーとココアだけのものがあるんだよ。ふーとココアの世界。はっはっは。嬉しい。そうね。ココア卒コンずっとそんなことないんじゃない？でも、千穂ちゃんがでもこの間の卒コンのリハで泣かれました千穂ちゃんにも嬉しいね。みんな愛しいや、本当に愛しくてののののののね。
なんかさ、自分がそんなに大された人間というかさ、なんか本当なんかもうそんなやらせていただいてありがとう、卒コンやらせていただいてありがとうございますっていう感じだし、なんか自分がそんな人から必要とされたことがアイドルになる前とかは本当にマジでなかったから、本当になんか本当にそんな人間だったんですよ。なんかもうなんか誰かのために頑張るとかもそうだし、なんか誰かの誰かを思ってとか、そういう本当になんか機械みたいな人だったんですよ。感情がね本当に豊かじゃなくて、全然悔しいとかもなんかそんな大きく感じたこともないし、それこそ悲しいとかもそんなないし、嬉しいもそこまで振り幅ないし、本当正直喜怒哀楽めっちゃ薄い人間だったんですよ。そう、でもなんかすごいアイドルになってからそれがすごい変わりました。めちゃくちゃ、すごいなんか自分の変わったとこだなって思う。なんかそのさ、人間らしくなかったんだと思う。人間なんて言ったらいいか分かんないけど、人間味が少なかったんですよ。そう、なんか人に対しての興味も薄くて、人間何友達とかに対する興味も正直そこまでなかったし、だからなんか自分が最初誰かに興味を持たれることがすごい違和感というか、そうすごい不思議だった、不思議な気持ちだったずっと、最初はね。今はそんなことないんだけども、感情を知ったらこと、いや本当にそうですね。そう思うわ。成長したのかわかんないけど、そうね。ね、いやでもよかったよ。こんばんは。でもなんか自分の悩みはなんか悩みがない瞬間がない人間なんですけど、割とまあみんなそうか、みんなそうだと思うんだけど、そのなんか悩んでる時間は結構好きで、なんか考えたり自分とか、なんかこういう風に思っちゃうの嫌だなとか、自分がこういう風に思ってしまう感情を、こういう自分嫌いだなとか、でもこういう自分は好きだなとか、なんかそういうことを考えるの結構嫌いじゃなくて、なんかこれからもそういう思考回路は持ってたいなと思います。そう、ふーちゃんの配信でちゃん本当にありがとう、サンキュー。上向いてるのがいい。あ、上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにです。
思ってること書いて本出してよ。いや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 、わろた思ってること、みんなの思ってることもね、みんなの考えてることとかも面白いなと思うけどね、そういう考え方、清く正しく生きること、あ、もしかして清く正しく生きることですか。あ、怪物の振りか、うまいな、なるほどね、今の YOASOBI さんの怪物の振りだったんですね。清く正しく生きること、それがなんちゃらなんだら生きること、あれはなんちゃらなんだら生きること、魂魂生きるのは正義か、すぐ立ちある、そうだ。うんね、そうだよな。こんばんは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 。今日何曜日だっけ？今日木曜日か。金の、そうだね、木曜日。明日はほのたん誕生日ですね。ねえ、ほのかちゃん。ねえ。ほのきゃ、ほのたん22になるんじゃないかな。私ほのたんと1個しか変わんないんだよ。実はあれ2個だっけ、あ、1個じゃない、多分1個しか変わんないんだよね、こう見えて。え、そうだよ。どうした、なんじゃい、どうしたん。え、そう、多分1個しか変わんなかったはず。ほんと大人っぽいよね、ほんとに大人っぽいわ。ボディの違いかな。え、もしかしてセクハラってやつですか。あれ、もしかして俗に言う、世の中で俗に言うセクシュアルハラスメントっていうやつですか。それってあれ。もしかしてそれってあれ、セクシュアルハラスメントっていうやつですか。もしかして。私ファンの人に直線美好きとか言われるのあんま好きじゃないんだけど、なんかちょっとやだな、なんかそれは。そう、ちょっとなんかメンバー間のいじられはね、楽しいし可愛いと思うんだけど、そこの線引き難しいと思うけど、気をつけていきや、気をつけていきや、その辺気をつけていきや。せやで、おきちゃん呼ぶか。
あなたのケースはありがとう。チュルチュル。今ね、チュルチュルなんですよ。今っていうか割と長期間ね、チュルチュルなんです。チュルチュルチュル。チュルチュルチャオチュル。チュルチュルチャオチュル。チュルチュル。日に焼けないコツは？家から出ないこと。ふーちゃんから見ておきちゃんがお姉さんに見えるときありますか？なるほど。ちゃんがお姉さんに見えるとき、ないかな。うん、ないかな。ちょっと熟考してみたけど、ないかな。NNB のなぎちゃんがインスタで写真集せん、そう、なぎちゃんにも送ったんですよ。なぎちゃんツイッターにも、そう、ね、何してくれ。ほのたんがツイッターで言ってたアドバイスのやつ、ふーちゃんが言ってた。え、なにそれ、アドバイスって。なになになに。なんだろう。なんだろうな。日焼けしないこと。ああ、でもみんな家から出ないんじゃない、割と。うん、ね、みんな出ないよね、家から。タロちゃんがインスタで写真集のこと言って、あーね、昨日とかも DM してたよ、ずっと。やぶしたふさんと線香花火するやつしたりする。おお、負けた方が的なやつか。いいね。じゃあ、まいちゃんがお姉ちゃんだなと思うとこある。まいちゃんがお姉ちゃんだなと思うこと。ないね。ないね。お決まりないな。二人ともなんか年上なんだけどね。年上なんだけど 妹的な感じするな。おきちゃんは妹っていうか、なんか同い年って感じするけど。そう。お姉ちゃん感ある人は私の中で、あかりん、ほのたん、まひ、なんかあおいちゃんもなぜかお姉ちゃん感感じちゃう。みちもしっかりしてるからお姉ちゃんだなって思う。ぐらいかな、うん、あ、みーちゃんもそうだね。みーちゃんもお姉ちゃん感ある。石田みーひん、
考え方かな、考え方っていうか、そのなんかでもみんなが見てない部分の話になっちゃうかも。それはでもみんなが見てないというか、みんなに見せてない部分かな、ふうとその人の感じというか、うん、かもしんない。そうそうそう、ひなぴよひなぴよマジかわいいからな、うっちゃんうっちゃんうっちゃん卒業本当にするんな寂しい寂しい言ってる本当にかわいい。もうゆるキャラグランプリなんだけど、もうひなちゃんだけなんか一人だけゆるキャラグランプリ出てるんだけど、マジでめっちゃ可愛いんだよな、そう、ふうちゃんふうちゃんえ、ほんと裏でもこんなんだから、もうすごいんだよ本当に。あれはもうなんかその本当に可愛いんだよ本当に可愛いの、もうびっくりするよ、本当に可愛い。そう、あはははあはは、あはは、もう本当に可愛い、うん、笑ってるずっと。うん、面白い、本当に面白い。ひなちゃんって、ひなちゃんもう本当にツボなんですよ、面白すぎて、うん、本当に面白い。もうなんか天然、天然っていうか、天然なんかわかんないんだけど、なんかもうでもなんかそういう生物だと思ってる。なんか岩田ひなっていう、なんだろう、ちょっと人とは違う、もうなんか人類とかあるじゃん、両生類、人類、爬虫類、岩田ひなみたいな感じ。アバババババとかリアルに言う人いない、ほんとそれなんだけどいやマジで面白いんだよ、ひなちゃん。あわわわわわ、びっくりする。初めて見た時ちょっと引いたもんね面白すぎて、もう新種なんだよな、面白いんだよ。うん、あーあわわわわわわ、あふいーとか言うんですよめっちゃ面白くない？ふいーあちーな今日もとか言ってる、めっちゃ可愛くないですか？もう私もちょっと面白すぎて、もうやばいんだけどと思って一生笑ってた。その時涙出るぐらい笑った、本当に。ふいーとかやばくない？ふいーっていう人初めて見たんだけど、ふいーってさ、どっから生まれたんやろうと思って、どうやってなんか浮かんできたんやろうって思う。そう、うん、あちあちあちって言ってます、いつも。やばおもろいですよ。うん、ずっとそう、ひなちゃんはずっとそう、うん、ひなちゃんめっちゃ面白い。なんかさ、ダンスの先生とかにさ、もうなんかなんか明らかにもう絶対ひなちゃんのことないよ、言われてる立ち位置とかも絶対ひなちゃんのことなんだけど、そう、でもひなちゃん全然自分だと思ってなくて、そう、でひなちゃんずっとなんか笑ってんの、なんかずっと笑ってんの、ひなちゃん。でもみんなはさ、なんか、えっ、ひなちゃん言われて、ひなちゃんみたいな、ひなちゃん言われて、ひなちゃんだよって、そう、なんかなんとなく、そう、ひなちゃんに頑張って伝え、ひなちゃんずっとなんか
あのいつものアイドルスマイル、こうがはいはいみたいな感じお前やと思って言われてんのあなたやと思って、めっちゃおもろいんだよなひなちゃん。そうで、なんか岩田のことだよみたいな言われて、ダンスの先生とかに岩田は岩田だよみたいな、みたいなビビビビックリみたいな言うんですよ。もう風も本当にもうなんかもう涙出るんだけどと思ってそう、ちょっともう苦しいわ本当に。めっちゃおもろいですよ、ひなひなだった今みたいな、ひなみたいな、かわいいんですよ本当に、めっちゃおもろい、うん、天才なんだよな多分、うん、ずっとそんなんいや面白いよな。いやしいです、ゆるキャラグランプリだよあれは、もうナンバーワン1位だね、みんな可愛い。みちとの思い出エピソード、うーん、なんだろう、でもみちはすごいなんか私のこと推しメンって言ってくれてて、私も推しメンなんだけど、みちをなんか私の髪の毛をよく触るの、みちがこうやってうーちゃんって言って気持ちいいに今日思うって言ってよく触られるんだけど、なんかその時の笑い方がちょっとなんか結構変態っぽい変態っぽいね、触り方と笑い方をしてくる、そううんみたいな、なんかちょっとわかる、なんかうーみたいなそう気持ちいいねうんちゃーみたいな感じで、ちょっとね変態入ってるなと思いながらいつも触られてる実は。そう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 、そういやあの人面白いから、みちは、うん、かわいいよねおみちおみちみやじま水族館のシーン、そうだよみやさん、みやじま水族館ぜひ行ってください。みちゅが宣伝してるとこなんで、ぜひ行ってください。こんばんはあ、そうなんだ、行きたいな、金魚好きだよ、金魚好きだ、浴衣とか金魚柄あるといいなって思っちゃう。私宮島は何回か行ったことあるんだけど、宮島水族館行ったことないんですよね、うん、広島で水族館はあそこしか行ったことない、あのマリーナホップっていう場所があるんだけど、そこの水族館しか行ったことないな。そうなんだよ、髪の毛伸びたなってか、めっちゃ伸びたくない？
ウルフか何かさえ分からん。一応まだウルフなんだけど、何みたいな。かわいいざます、ありがとうざます。三つ編みとか久々にできるのかなね。ラスト3回の配信中申し訳ないのですが、誕生日迎えたのでお祝いして、おめでとうなおくんハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。素敵な1年にしてくれよな。おめでた。あ、ゴム1個しかないや。おめでたいね。でもアイドルじゃなくても三つ編みはするんじゃない？あの牧場行くときとか分からんけど、片方だけ。ちょっとなんか懐かしくない？この感じ、私の三つ編みの。レアケースすぎてくさそれの。卒業間に合ってそうだね、確かに。牧場行かない？みんな。私も昔1回ぐらいしか行ったことないけど、乳搾りしたよ、ちゃんと。ちゃんとってなんだ。ちょっと待って、ゴムないかな。ゴムなかったら残念。あった。羊、あ、でも私も確かニュージーランド行った時に羊の群れと戯れたわ。群れっていうか羊と一瞬。触覚がなんか、そうなんよ、ウルフしてるからさ、これ触覚っていうか、これも後ろ向きなんだよね実は。でも確実に入んないから触覚にしちゃった。じゃーん。なんか芋っぽくない？大丈夫？ジャムジャム最高、踊ろうよ、いつもの笑顔でハッピージャムジャム最高何歌ってほしい？しまじろう好きなんだよね。なんかさ、最近さ、なんかおやすみぷんぷんをおすすめされたんだけど、おやすみぷんぷんって怖いんだよね。ね。おやすみぷんぷん見てみようかな。あ、うつ系なんだ。あ、そうなんだ。
ふーちゃん JK に戻ったか。本当？なんか懐かしいね。2018年間ない？2018年の藪下風感があるぞ、これは。そう。あ、出航の時三つ編みしてた。3年も若返ってしまったよ。やったぜ。牧場行きたいな。牧場、花畑牧場。花畑牧場ってどこにあるんだろう、わからんけど。もっとショートにする可能性はないかな。今ぐらいかな。ミディアム好きなんだよね。ボブぐらい。ミディアム、北海道か。北海道。ジンジンジンギスカン。あ、そうなんだ。ねえ、行きたいんだけどな。コンビニでフー酒買うときチャレンジ してほしかったな。どういうこと？何チャレンジ？年覚されるか？年覚されるよ、私。ちなみに年齢確認ですか？されます、されます、全然。全然されます。いいことだと思うことにしてる、うん、そう。なんかでも恥ずかしいんですよ、私。なんかさ、なんかさ、めっちゃなんか普通にお酒はそんななんか嫌いでもないし、別に好きでもないんだけど、そのたしなむ時とかに飲むじゃん普通に。でさ、なんかさ、なんか好きなのが結構そう、な、日本酒系が好きなんですよ。日本酒とか、なんだろう、ハイボールとかしか飲まなくて、ビールとか飲まないんだけど、なんかそういうの買ってさ、年覚されてさ、それでさ、年齢 見たらさ、20歳なわけじゃん。2000年生まれみたいな。2000年って出てきたらさ、20歳なんだなって思われるじゃん。そしたらさ、なんか恥ずかしくて、なんか生きってる人みたいじゃないですか。なんか生きて日本酒とか買っちゃって、この客みたいな思われてそうだなとか思って、なんか恥ずかしいんですよ、本当に。そう、だからなかなか買えないんですけど、恥ずかしくて。そう、なんか この若者二十歳になったからって、お酒飲める年齢になったからって、飲みたい人やんみたいな、生きてるって思われてそうだなとか思って、なかなか買えないんですよね。今年21です。気にしない？若ちこ若ちこ、うん、私も21歳になってしもて。
2ヶ月か、確かにあと2ヶ月だ、誕生日まで約。え、やば衝撃的なんだけど、え、あと2ヶ月か、やば、やば、10月7日です。お風呂の誕生日のケーキ食べる、お可愛いケーキ食べる、お食べる、お、いいね。21歳から誕生日が嬉しくなくなるで、私嬉しいタイプだと思うな、ずっと。別に40でも嬉しいし、この年齢でもう祝ってもらうの嬉しくないよって言うタイプじゃないんですよ、私。なんかそこまで若さに執着してないから、そう、別に自分が年を取ろうとそういうもんじゃん、人間いつかは死ぬから、うん、分かっ、なんか祝ってもらえる人がいるだけありがたくない？だってそんなね、うん、私もママの誕生日とかパパの誕生日しっかり祝いたいまた年取ったらおめでとうって言って今日もかわいいママちゃんって言って今年のママちゃんかわいいよ、そう、ママもかっこいいよ、今日も今年もかっこいいって言って、ママ全然嫌がらんね。うん、あの親がそうだからかな、別にそんな、いや、ありがとうっていうタイプだから、親がそう、ふーちゃんありがとう、ハグハグみたいな感じのテンションだから、そう、タンプレとか考えるの好きだもんな、お母さんに何あげるかとか、お姉ちゃんと何あげたとか、かぶらないようにお姉ちゃんに何あげることしみたいな、考えるのね、結構好きだからな。いいな、その親関係ね、良くなったと思う。ずっとこんなだったわけじゃないけどね、私もすごい反抗期あったし、うん、もうやぶしたけなんて出て行ってやるみたいな時もあったからさ、全然、そう、こんな家真っ平だって言って、そうだよ、うん、イメージできん？反抗の仕方が可愛い。あ、これはね、可愛くぶりました。これの100倍すごいから。これの100倍すごい。リアルはね、これの100倍すごい。そんな可愛いもんじゃないですけどね、そう、怪獣スイッチが入ったらすごいから、そう、打ち切れ、そうなのかな、なんかブチギレっていうか喋んなかったから、家であんまり、なんか学校で会ったこととかも言わないし、何がもう家帰ってきたら速攻自分の部屋みたいなリビングとはみたいな、リビングで過ごす時間の短さが本当に異常だった、反抗期の時は。もう本当典型的な反抗期だから、そう、なんか
当たるとかそういうのじゃなくて、親に当たるとか嫌いとかそういうことを言うことはあんまなくて、逆にもはや喋らない、そう言葉を交わしたくないみたいな感じだったんですよ。大反抗期ですね、本当本当に。そう、一番根深いタイプでした。そう、うん、しゅうちゃんとも喧嘩してたしな、めっちゃ自分の部屋で何してた、もうゲーム、一生ゲームと何してたかな。でも勉強もしてた、勉強そんな嫌いというかやるもんだと思ってたから嫌いじゃなかったんですよ、うん、中学かな、小学校高学年、中学ぐらい、中学かな、でも一番は。うん、ご飯とかちゃんと食べるよ。そう、そのうちネガティブだったから、私はもうその時すごいネガティブちゃんだったから、なんか私がいる意味みたいなタイプだったんですよ。そうすごい暗いやつなんだけど、今もう気持ち悪いんだけど、今思い返しても黒歴史すぎるんだけど、ほんと恥ずかしいんだけど言ってあげたい、もう何を言っているんだお前は、バチバチバチって感じにしたいんだけど、やっぱお姉ちゃんがアイドルだったっていうのもあって、家に家族がいる時間がほとんどなくて、朝もさ、朝早くからさ、お姉ちゃんをなんか送りにさ、その劇場難波の方とかまで行ってさ、でも自分がさ学校に行く時間とかにはもう誰もいないわけで、家帰ってきてご飯食べてとか、夜になったらまたお姉ちゃん迎えに行くとかでさ、また夜になったら家に誰もいないわけ、夜中とか、夜中っていうか何遅い時間ね、10時とか12時とかまで誰もいないってなるとさ、なんかそう拗ねてたんだと思う、本当に自分ってみたいな自分って誰の家の子みたいな感じになっちゃってて、その時は。今思うと本当にただ拗ねてるガキンチョって感じなんだけど、その当時はそれが辛かったんだよ多分。そう、友達もめっちゃ多い方じゃなかったから、そのなんか、まあ、逆にそれは良かったのかもしれない、その悪い方向に行ったりとかはなかったから、非行に走ったりとかはなかったから、逆に良かったのかなとは思うんだけど、そう当時はそれがあってすごい反抗期だった、うん、そうそうそう、うん、恥ずかしいわ、懐かしくて。そうでもなんか、まあ、幸いゲームという友達があり、漫画という仲間があり、それが結構支えてくれたのはあるので、一生漫画読んでたもんな。家に廊下あるんだけど、廊下座ってずっと、その漫画がね廊下の棚一面にあるの、だからその廊下に座ってずっと漫画読んで家夜とか誰も帰ってこないから、誰もいない時はずっと家で廊下で漫画読んで、そう懐かしい。漫画与えてくれたというか、なんか親が多分もともと持ってたやつだから、それこそめっちゃ懐かしいの知ってるのって、そういうので、なんかうるせえやつらとか高橋留美子さんの作品とかも親が好きで、人魚の森、ランマ2分の1とか全部読んでるのは、お姉ちゃんも風も全部知ってるのは親が全部持ってたからで、そう漂流教室とかもそうだし、ガラスの仮面とかオルフェイスの窓とか、少女漫画でいうとその辺とかは全部もう読んでて、そう、それをもう小学生ぐらいの時からずっと読んでた何回も何回もずっと読んでた、うん、親の影響が多いな、そこは。私が結構昔の曲とか昔の漫画とか懐かしいものに詳しいのは全部親あ、メゾン一角いいよね、五代くん。そう、五代くんのそのやつとかも、メゾン一刻も家にあって、
そう漫画そう何周もするし、3週目ぐらいに行くとさ、あれこんなんだったっけとか思ってめっちゃ楽しい。うるせえやつらいいね。チェリー好きですよ。うん、面白いよね。パパさんが漫画好き、パパは結構漫画好きですね。ママも好きですね。ママは今なんかあつ森してるって聞きました。あつまれ動物の森、あつ森してるらしい。そう、島作ってるらしいわ。私も親がアイドル好きだからふーちゃんと会えたの。嬉しい。親に感謝だ。じゃあ私も感謝しなきゃ。ありがとう。アニメとゲームどっちがなくなったら辛い？どっちだろう。ゲームかも。ゲームかな。究極ですね。究極の質問。くしゃみしました。はあ、ブレスユー。パパバイク好きなの？パパバイク好きやね。バイク？あの車とバイクが好きですね。エブコさんの初めてのおすすめってのは西野七瀬さんです。なあ鼻かゆ。車は詳しいんかな。わかんない。車詳しい。パパは詳しい。なんかいっぱい工具みたいなのがありますね、家に。パパさんバイクでテレビ出たことなかった。知らないんだけど。何それ、なんそれ、初めて聞いたけど。あれ、知らないけど。知らんな。頭文字 D あった。ありました。読んだ頭文字 D。 バイクの知識なしで読んだからマジでむずかった。
あ、イニシャルか、イニシャル D っていうの、あれは読んだ読んだ、あったあった家に。でも頭文字って読んでる、ずっと頭文字 D って読んでる。読んだ読んだ読んだ、むずかったし、むずかった。面白かった。でも母のバイクってわかんない、全然わかんないな。あ、でもハーレー乗ってました、一時期。私は乗ったことないんだけど、乗りたかったんだよね。私も見たことしかないだから。あとなんだ、車が、私がちっちゃい時なんか3台、なんかすごい見たことあるんだけど名前全然知らないんだよ。あの黄色のやつ印象が強いのは黄色のやつ、あのセブン、何セブン、3台って3台あるんじゃなくて入れ替え立ち替えね。黄色の車だったイメージ、セブン、もうセブンしか覚えてない。RX7、 それかも、わからんけどそんな感じ。外車、外車、あれ知ってます、アルファロメオアルファロメオってイタリアとかじゃなかったっけ。違うっけ、分からんけど。名前おもろくて覚えたんだよな。もう全然、私も2回ぐらいしかアルファロメオは乗ったことない気がするから覚えてな ないな、どんなんか全然、あの、あんまり私が詳しくないから、ふーの、ふーにしゅーちゃんが誕生日にライダースジャケットあげた話、マジあれだけは忘れられない誕生日だわ。私全然さ、正直ね、そういうブランドを、何、なんかそのレザーのジャケットくれたんだよ、お姉ちゃんが2017か18か誕生日の時に。すごい高いやつでいいやつだったんだけど、私マジでそのブランドに興味なくて、興味ないし、そういうなんかレザーとかも着ないし、そうなのにすごいプレゼントされ、プレゼントの強要をされました着てない着てない、送り返しました。これ本当にシューのセンスで選んだからみたいな、シューのセンスで選んで、これのレザーマジでいいやつみたいな、めっちゃ可愛いからこれって言われて、楽しみに、シューのセンスやから大丈夫任せてって言われて、あ、楽しみって待ってたらこんな顔になった見た瞬間全部、なんか全部そのブランドで固めてきたんですよ。しかも帽子とシャツと、そうだからフーも、そう、違うって、これじゃない、フーが欲しいやつはこれじゃないって言って、そうそう、フーはセンスないからっていつも言われます。
しゅうちゃんが個性派すぎて、ふうはふうからしたら、そう、今はね、なんか海外のおしゃれななんか EC サイトみたいななんかところ、なんか日本で売ってないような要はなんかすごい、なんかあの人なんかすごい SDGs にめっちゃ貢献してるんですよ。なんかプライベートでめっちゃ SDGs に貢献してて、本当にすごいなって思うんですけど、なんかなかなかお仕事とかだと結構やることあるけど、プライベートってなかなか手出す機会ないじゃないですか、 SDGs とか。でもすごいなんかプライベートでも本当にめちゃくちゃ SDGs に貢献してて、なんかそういう素材とか、なんていうんですか、そういう、そのなんか使わなくなった素材とか、そういうのを使ったリサイクルじゃないけど、なんかそういうのを使った素材のタンクトップとか、そうをなんか着たりしてますね、よく、うん、おしゃれですね、めちゃくちゃ、うん、脳内がおしゃれそう、うん、おしゃれですね。私は結構なんかカジュアルなのが好きなんですけど、なんかきっちりしたものが結構好きで、きっちりというか T シャツとかも好きなんですけど、そのレッスン着とかこういうねダボってしたのが好きなんですけど、外に出る時の T シャツとかはこう丈が短めだったり袖が短くてピチってしてるのが私は結構好きです、うん、シンプルなのが好き。そう、シンプルイズベストって感じで、柄物あまり着ない。そうですね、柄物は結構私顔がめちゃくちゃ派手な方じゃないので、柄負けというか負けちゃうんです、すごく服に、うん、 T シャツに誰って外人さん乗ってるそうですね、うん、なんかデザインが面白いのとか好き、シンプル、色とかはシンプルなんですけど、袖の形がちょっと不思議な形だったり、襟がすごい個性的な襟だったり、なんか形に個性があるものが結構好きなんです私は、うん、ですね、うん、かわいいよね。今日は何時に終わろうかな、ちょっと明日早いからな、11時半に終わります。今日はに終わります。ちょっと早起きですね。お風呂入んなきゃ。そうなの。
早起き頑張ります、お風呂頑張ります。明日はすごく暑いよ、マジやば。早起き、うん、てかほん毎日もう1週間ぐらい毎日早起きかも、割と。ね、早く寝なきゃね。そうだね、明日は夜も遅いので、遅くまでなので頑張ります。明日は本当にバタン休しそうなんですけど、帰ってすぐ頑張ります。胃はね、そう、胃は大丈夫じゃないんだけど、そう、水を5リットル人間に水5リットルって入るのかな、入るか、すごいね、人間ってすごい膨らむね。じゃあポータブル元気充電器元気充電器いるね。うん、そうね、みんなも気をつけて、暑いから。強くなれる理由を知った。にゃ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 。どうしたって消せない夢も。うんうん。あ、そうなんだ。猫じゃん。うん、ネット本当に猫草って言ってるのかな、言ってるか、あかりんのルーム。あかりん面白いよな。カリンはすごい考え方が似てるので話してて楽しいです。うん、そう、意見言いに行くコンビってインタビューでしょ。そうだね、大人の人によく言ってました、これがしたい、あれがしたい、なんでこれはできないんですか、これはどうしてもできないですかとか言ってましたね。卒業後もみんな仲良くしそうですね。うん、ね、仲良くしたいよ、みんなと。みんなのことすごい大好き、本当に。毎日なんかレッスンとかしてて、そう思うことすごい多いんだよな。すごい好きだなって思う。
そうそうそう。感じるね。すごい。嬉しいことですね。そういうメンバーに会えたというか、ね、巡り会えたのはすごく幸せです。な、アンドさんありがとうございます。かわいい砂のお城、砂の城いいね。アンドゥさんありがとうございます。あ、えにし、え、なんそれ。サンドキャッスルっていうの、へえ、サンドキャッスル、おしゃれだね。へえ、エニシ。砂浜で作ったことないの？海行かんからな、ほとんど。海よりプール派？海よりもプールよりも家が好き。そうですね。分かってたでしょ。ベッドの上で泳げるしな。確かに。そうだよね、ベッドの上で泳げるもんね。泳ごうと思えばどこでだって泳げるよね。確かにそう言われればそうだな。ベッドの上で泳げる。スクロール、スクロール、スクロール、こっちやばいやばい、無知なやつみたいになって。クロール、クロール、スクロールはしちゃダメだ。危な危な、やばいやばい。スクロール惜しかったな。ネットさんやばいやばいやばい、まずいまずい。これしかも平泳ぎバラバラ、口と行動と頭がもう全部今ちょっとずつずれてたちょっとずつ一マスずつずれてたな今。ぐちゃぐちゃだった今スクラールって言ってやば、怖い。ちょっと疲れてきたのかも。じゃあそろそろ終わろうかな。うん、よいしょ30位奥行き、29位カナリア、28位めっちゃキノコ、アットマークワンタン、27位ディネ、最後の最後も、え、最後の瞬間まで笑顔印でいてね、ありがとう。26位ケイ香港、25位ライ、22位リトルル、カメラ目線少ないから可愛くピースして大好きはい、23位アルマサトリア、私はインドネシアから来たんです。あ、インドネシアから、ありがとうございます、 Thank you。22位がタロス、21位がデュラント、20位がロングソード、19位がテリー P、 18位がマサヒロ STO テッドシダチョウチャンシ、17位がマサシ、会社のゲスト卒業後に使ってくれた。あー、そうだね、
16位が急遽明日から神戸に向かいます。おすすめのお店ある？神戸か、おすすめのお店？うーん、神戸のおすすめのお店？そうだな、神戸にしかないものがいいよね。なんだろう、パン屋さんとかいっぱいあるんじゃない？でもカフェか、私カフェ系しかわかんないんだよな。なんか異人館の近くにあるカフェがあるんだけど、そこはすごいおしゃれでした。そう、でもご飯系だとちょっとわかんないな。ご飯何が食べるの。18位がオフ推しのタカさん、17位がドリン、ついにあと3日、最後まで全力で応援するね、ありがとうございます。16位がタロス、15位がダソク、あと3日か、3日です。10位がブビン、13位が秋秋秋朝写真集の感想を DM に送るから読んでね、ありがとう。12位が和幸幸幸、普通に告白できる、残りわずか、好きありがとう。11位がタカとマークフェイカーさん、10位がデミ、久々にほっぺについてる雪見大福のマスみたいです。お、ありがとうございます。9位がキラキラピッピ、今のうちにいとくね、お誕生日おめでとう早っ、ありがとうございます、嬉しい。8位が保安官、オフ全力応援、明日も頑張れ、頑張る、明日も頑張るね。7位が陽介、6位がシン、卒業して寂しくなった時元気が出るエール、みんなにください。お、卒業してもずっと笑顔ありがとう。5位がポリゴン、ふーちゃん推し、4位が T 君、ふーちゃん出会ってくれてありがとうの、お互い頑張れ、頑張ろう、ありがとう、こちらこそ。3位がいつはビリーさん、ありがとうございます。2位がアンドゥ、明日もファイト、うん、力こそば、力こそパワー、あ、力こそパワーね、ちょっと紛らわしいんだよ力こそパワーね、ちょっとやばいって、力こそパワーってなんか何言ってんだこいつってちょっと思っちゃったじゃん力こそパワー、 Yes Yes we can、 力こそパワー、びっくりした、ちょっとはいって思っちゃった今、はいって思った、力こそパワーね、はい、力こそパワー、全部日本語だと難しいね1位が誠推し推し、冬井さん、翔風ちゃんに出会って最高の幸せ、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、嬉しい、誠さんありがとうございますはい、というわけで皆さん今日もありがとうございました、見てくださって。というわけで明日は朝からお仕事頑張ります。そして夜は多分配信が10時半か11時になるかと思います。10時半にできると思う、でもはい、10時半にできても11時にできても12時まで明日はできるので12時までやります。ということでお風呂入りますバイバイ、ありがとうございました、おやすみなさい、またねー。